1977年の円丸駅と、周囲約850メートル範囲。上が、名寄本線門別方面。下左が、赤北本線旭川方面。下右が、赤北本線矢橋り方面。国鉄型配線の二面三線とその間に対比線。外側に、多数の留置線を持つ。駅裏には、線形車庫と、転車台を持つ、機関区が現役で残っており、 で10、で15らしき姿と起動車の姿が見える。駅舎横の貨物ホームの他に、南側にコンテナヤードが設けられている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成縁軽駅は、北海道門別郡円軽町、岩見津南1丁目にある、北海道旅客鉄道赤北本線の駅である。駅番号は、A50。 電報略号は円。事務官コードは122,520。円軽町の代表駅であり、全国でも数少ない平面スイッチバック駅のため、特急、おほうつく、大雪、特別快速、北、宮、貨物列車を含めたすべての列車が停車する。国鉄優別軽便線の駅として開業。1932年の関北線開業に伴い、 雄別線エンガル大中雄別館が、名寄本線に、野付牛エンガル館が、赤北線に編入され、赤北本線の列車が当駅で折り返す、運行形態が主流になった。以後赤北本線と名寄本線の分岐する鉄道の要衝となったが、1989年に名寄本線が廃止され、赤北本線のスイッチバックだけの駅になっている。願望岩のふもとを走る。 特急を放つく所在地名より、現在の願望岩を指していた、アイヌ語の、インカラウシーに由来する、駅全体を望む、画面左端に、円軽機関区時代の転車台が見える。手前の中白庫は後撤去され、現存しない、短式ホーム一面一線、島式ホーム一面二線、計二面三線を有する地上駅。一番乗り場と二番乗り場の間に抽選が一本あり、当期に、 季節運転される、貨物列車が使用している。社員配置駅。駅舎開放時間は5時30分22時で、緑の窓口、クレジットカード専用の指定席券売機がある。営業担当社員が、不在の早朝、夜間は営業上無人駅扱いとなるが、信号扱いを行う輸送担当社員は終日、配置されている。 2006年3月17日まで及び2008年3月17日までの、当期間は24時間開放されていた。列車は、大半が1番乗り場を使用するが、上り普通列車は2番乗り場、下り普通列車の一部は3番乗り場を使用する。2007年10月1日ダイヤ改正までは当駅で、特急列車同士の行き違いが行われ、下り列車が2番乗り場を使用していた。 出発信号機は、旭川方面と北見方面で方向の指示が出る。震度表示器があるが、抽選は、震度表示器がなく、旭川方面に固定されている。ホーム間の移動は、古戦橋を使う。名寄本線廃止前は一番乗り場ホームの、優別方の反対側に0番乗り場が存在し、名寄本線の列車が折り返し運転に使用していた。ホームには、 国鉄時代から使用している内装式の乗り場案内板を用いて、旭川、札幌方面と北見、網走方面の2方向を別に番線のみの案内表示を行っており、名寄路線廃止後も門別、名寄方面の欄が不点灯のまま残されている。駅構内に隣接して、北見運転所縁がある発出所跡地がある。線形庫などかつての施設はほぼすべて撤去され、 転車台のみが現存する。ホーム上の売店廃止後も駅舎内に、北海道清宿運営の売店、駅舎内よろかたに、立ち食いそば、うどん店の、北人そば屋が営業していたが、北海道清宿は2015年11月、北人そば屋は2019年5月にそれぞれ閉店した。ホテルサンシャイン、エンガル信用金庫本店北海道道333号。 エンガル停車場を線沿いには、商店や食堂などが並び、国道242号及び、北海道道244号、エンガルバロ線沿いに、銀行や、警察署など、公共施設が点在する。北海道北見バスエンガル営業所路線詳細は、バス事業者記事、バス路線記事を参照。ありがとうございます。